私のお腹の中で化け物はすくすくと育っていきました。長谷川夢、お前は何者だ。どうしよう、早く降ろさないと。うつつに何かある前に。まさかこの化け物、私に降ろさせないつもりで。うつつが1歳になった頃、生きんで、あの化け物夢を出産しました。ダメよ、うつつ。そいつに近寄らないで。その子は生まれながらにして歯が生え揃っていました。まるで自分が化け物であることを主張するように。そして時折見せるこの目、気持ち悪い。なんだか観察されてるみたい。ごめんなさい、ごめんなさい。でもあ、俺の子供を産んでくれるよな。シロさん、早く戻ってきて。どうしよう。そしてある日。ママ、どうして夢いじめるの？え？だから私、痛いの好きよ。痛かったら、ここが現実だってわかるもの。優しいキスなんかいらないの。シロさん、お願い。一度殴ってちょうだい。